マスターの制服を用意しておきました。新品です。マスターが喜んでくださるかと。お、了解いたしました。ご命令を記録しておきます。マスター、朝食を用意してあります。いかがでしょうか。はい、マスターのお口に合えば良いのですが。よかったです。ちなみにこの朝食には勢力を増強する成分が安全摂取量上限まで入れてあります。間違いなくバキバキになります。このつくよみの大好きを理解してもらうためには、やはり私をマスターに利用していただくのが一番と判断しました。このボディの巨乳が偽りでないことも確かめていただきたく。動くな。死にたくなければおとなしく指示に従え。答えは自分が一番よく知ってるんじゃない？捕まえて警察に突き出してやる。意味わかんない。たかがあんたごときを捕まえるのになんでそんな大それたもんが必要になるわけ？バカにしないで。さっきからわけわかんないことばっか言ってごまかすつもりでしょ。なんで偉そうなの？まあいいや。やりあっても疲れるだけだし、ストレートに行くよ、ストーカー。どうしてそうなんの？あんたがあたしのストーカーでしょ。不快な投げ銭ありがとう。打つね。さっき罪を認めたでしょ。別件がある時点で無実ではないような。ふん、潔く認めたと思ったのに無様に言い訳を重ねるんだ。捕まるのが怖くなったんだね、情けないやつ。撃つな。あたしのことつけ回した。そうだね、あたしも初めてだよ。バカにしないで。嘘は無駄。こっちは確信してるんだから。あたしがお昼ご飯を食べようとすると必ず同じ場所に現れるでしょ。気づいてないとでも思った？え？ちょっと待ってよ。軽く言ってくれたけど、監視カメラの映像なんてどうして持ってるわけ？あの一言で片付けられた？そんなんで納得できるわけないでしょ。確かにそうだけど。退屈そうな食事風景初めて見た。うっさい！ぼっち言うな！待って、それ以上は。捕まえたらチルーチをケロっただけでしたって。もう持ってる。うわーいきなりストーカー扱いとか最低だよね。しかもエアガンで応募したりして。謝っても許してもらえないかもしれないけど。そういうの本当だるい私朝倉キリカっていうんだ。1年。あんたは？相手は選んでるっての。別に信用してるわけじゃないけど、少なくとも悪人じゃなさそうですね。先輩なんだ。協定を結ばない？お昼を食べる場所かぶらないように事前に打ち合わせておこうってこと。お互いに一人の時間が好きみたいだった。あんたが価値観を共有できる人でよかった。はい、これ私の LINE のアカウント。神様のような君へ。あれ、私のリップがない。どうしたの？机の中に入れておいたリップクリームがどこにもない。別の場所も探してみた？探したに決まってるじゃん。カバンの中にもポケットの中にもないの。確か限定のリップクリームだったよね。そう、誰かに盗まれたのかも。マジ最悪。男子に盗まれてたらキモいよね。本当だよ。盗まれたとしたら体育の授業中かな。そうかも。体育の前に使って机の中に入れたんだし。そういえばさっきの体育の授業中、途中でどこかに行ったやつがいたな。え、誰？白丸。でもさ、白前は教室の方に向かったよな。俺たちがサッカーをしてたグラウンドから一番近いトイレって体育館横にあるやつだろ。でも白前は体育館とは反対側に走っていっただろう。それで俺おかしいなって思ったんだよ。じゃあなんでわざわざ遠い方のトイレまで行ったんだよ。白前、犯人扱いしてすまなかった。疑ってごめんなさい。悪かったわね。てか体育の後先に教室に戻ってくるの男子だよね。怪しいやつとか見てない？いや、さすがに女子の机漁るようなやつがいたらみんな気づくし注意するって。だよね。あー、どうしよう。話は聞かせてもらいました。これはおもちゃのパイプなので先生は呼ばないでください。私は3年のラナ・リデルハート、私立探偵をしています。よかったら捜査に協力させてもらえませんか？まずは情報を整理しましょう。そのリップについて詳しく聞かせてください。ピンク色の限定リップです。その使うと恋が成就するって噂のやつで。は、近頃話題になってるやつですね。私も欲しいと思ってました。自分で使えば恋愛運アップ、好きな人に贈れば必ず成就、恋人と一緒に使えば永遠に幸せでしたっけ。この学園でもそのリップがきっかけで結ばれたカップルがいるって有名ですし。あ、そうです。その噂を聞いて私も興味湧いて。なるほどなるほど。では事件当時の状況をもう少し詳しくお願いします。そうですね。ひとまずもう一度教室の中をちゃんと調べてみましょうか。皆さんもうっかり自分の荷物の中に紛れ込んでいないか確認してくれると嬉しいです。皆さんご協力ありがとうございます。ところでこれなのですが。粉末状のものをほうきで吐いた形跡があります。この粉末、匂いからして胃薬か何かだと思うのですが。あ、ゴミ箱の中にこの薬を入れていたと思われる袋が入っていますね。ラベルによるとこの薬の名前は、やっぱり消化器系の働きを安定させるものです。激しい運動の前に飲むのがおすすめです。さて、掃除は先ほど終わったはずですよね。掃除の最後にはゴミ箱の中身を外まで捨てに行くはずですが、どうしてまだゴミ箱の中に少量のゴミが残っているのでしょうか。なるほど、つまり体育の時間中ここにゴミ箱はなかったわけですね。そして今ここに入っているゴミは体育の後に集められたものということですか。お気づきになりましたね。ゴミ箱が持ち出された後、つまり着替えのための移動教室から体育が終わるまでの間、無人になったこの教室で薬を飲んだ人がいるということになります。その人はここにゴミ箱がなかったため、仕方なく袋を床に置いて、その時に少しこぼれたのだと推測できますね。ただ体育の後、掃除の時間中に飲み忘れていた薬を飲んだ可能性もありますが、では体育の時間中に誰かが教室内にいたという線は固いですね。タイミングはおそらく着替えのための移動教室の時でしょう。薬を飲み忘れていたことを思い出した誰かが授業が始まる直前に一度教室に戻ったという流れが自然ですね。その時に何かあったのかもしれません。こうなると教室の鍵の持ち主が気になります。今日の日直の人はいますか？日誌の提出完了とは。あれ、なんかあったの？山本、お前体育の時に教室で薬とか飲んでないか？薬？ああ、そういえば更衣室に移動する途中に薬飲み忘れたっつって沢渡が教室の鍵貸してくれって言ってきたな。その鍵貸したのか？ああ、すぐ戻ってきたし鍵も返してくれたから何とも思わなかったけど、あいつ何かしたの？ナイスです山本くん。その沢渡くんと連絡は取れますか？教室に戻った時に何か変わったことがなかったか聞いてみてほしいです。ああ、はい、もう帰ったみたいだけどライム知ってるんでちょっと待ってください。もう沢渡で決まりっぽくない？だな、他に誰もいないし。まだわかりませんよ。あ、もしもし沢渡、お前体育の前に一回教室戻ったよな。その時にさ、ふむふむ、どうやら話が見えたようですね。これは急いだ方が良さそうです。私の推理が正しければなくなったリップはズバリ体育館裏にあります。あっ、めでしま！え？お前らみんなどうしたんだよ。めでしま君、どうしてあなたはここに？どうしてって、それはそのめでしま、それ私のなんだけど。え？ってことは、そっか、これ送ってくれたのお前だったのか。クラスのみんなもいるってことは、みんな姫野の気持ちを知ってて応援してるってことだろ。そういうことならその気持ちを傷つけるわけにはいかないよな。分かった、付き合おう姫野。